情念司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。なんかね、まあ、日本経済オワコンとか言ってる人がさ、ね、日本の給料上がんねえ上がんねえとか言ってね、批判してますけど、まあこれ日本だけの話でもないしね、まあ、日本の給料上がらなかった理由っていうのは、まあ、政策間違えてたからという側面が非常に大きいんですけどね、構造的にダメっていうよりは循環要因が大きいんですけど、まあ、同じようにですね、今この循環要因で大変お苦しみになっているね、お隣の国があるということでね、ちょっと日経新聞から、はい、中澤勝司さんのですね、秀逸な記事をご紹介したいなと思うんですよ。中澤さんといえばね、まあ、かつてね、まあ、鈴沖さん日経新聞でね、もう本当に日本一の半島通っていうぐらいやってましたけど、中澤さんといえばね、大陸通ですよ。ね、チャイナ通です。ものすごいチャイナ通で面白い記事も書いてくるんですが、今回素晴らしいです。はい、今回全員読んでください。ヘッドラインこんなタイトルです。中国公務員に突然 25% 年俸下げ通告、土地 ATM が破綻ということで、もうこれヘッドラインだけで何書いてあるか大体想像できますよね。ね、チャイナの地方政府とか、まあまあ政府もそうなんですけど、まあ特に地方政府ね、土地のですね、まああそこはあの所有権ダメなんで、ね、使用権をですね、民間にね、こう売ること、ね、これでこうマンション開発とかやってね、することでですね、まあ結構大きな、こうね、収益を得て、まあ融資平台とか作ってね、シャドーバンキングなんかでこうバン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 やってたというのがあったんですが、まあここのところのですね、恒大ショック、その他不動産バブル崩壊を受けてですね、この錬金術がどうも使えなくなったと、ね、いうことなんです。土地 ATM っていうのはそういうことです。簡単に言うとね。はい。でこれが崩壊してですね、税収がもう結構厳しくなってきたと、いうことで突然ですね、年俸 25% 下げ通告ということで、うわーこれチャイナ経済もオワコンになっていくのかなと。給料上がらなくてオワコンという定義ならこれオワコンですよね、多分ね。まあ民間も今チャイナボロボロですけどね、はい、まあそんな感じになると思います。これね、ちょっとねこの記事ね、読みますけれども、まあ、チャイナの交流サイト上のね、つぶやきで、その 25% ぐらいも給料減ったということで、いきなり 25% も減ってひでーみたいなね、この事実が波紋を広げたと、いうことです。浙江省の一般的な、民間中小企業や他省の一般公務員の給料より、もともとね、この公務員の給料高いと。ね、で高いんだけれども、問題点に気づいた当局は慌てて関連投稿を削除したが時すでに遅し、全国に知れ渡ってしまったと、いうことで、まあもともと給料高いところをね、で民間より高かったのに、まあこれ安くしたってことで、で給料の金額がバレちゃったってところが、まあ、ポイントですと。で、中澤さん曰くね、中国は不思議な国だ、公僕の給料削減について公式発表はない、しかし浙江省に続いて深圳を含む広東省、江蘇省、上海市、天津市など豊かな地域で給与減が表面化した、総じて25% 減で、天津では 20% 前後、上海では 30% 超減の例もあり、警察派出所所長の年収が35万元、過去630万円から大幅に下がるとの未確認情報が流れたということで、いやーこれやばいですね。まあ、かつてチャイナの警察っていうのはね、独立採算ですからね、勝手に税金取っちゃってポッポ行けたりとかやってたんで、まあ、その中華民国時代のね、悪い習慣が戻んなきゃいいなと、ね、他人事ながらちょっとね、心配してるんですけれども、まあ、同じようなね、まあ、ことがいろんなところで起こってます。で、さらにですね、まあ、その税収に困ったですね、この政府が、いろんな人を摘発してて、最近有名なのでね、これ中澤さんも挙げてるんですけど、広州でね、ライブコマースの女王と言われている方がね、逮捕されてしまったと、いうことです。で、この人はですね、まあチャイナではすごい有名な人だったんですけれども、ライブコマースの女王ね、捕まってですね、罰金なんと13億4000万元、241億円払えというむちゃくちゃなことを言われてしまったと、いうことです。で、その、まあ、この税務当局はですね、アリババのネット実演販売を主戦場に化粧品、生活用品などを売るトップクラスの、インフルエンサー、これ、オーバさんというのかな、黄色にバラの場なんですけどね、オービさんかな、オービさんが脱税したとして、追徴課税などを加えた巨額の罰金支払いを命じたと、一見関係が薄そうな公務員給与大幅ダウンとライブコマース女王の脱税摘発をつなぐ意図が、習近平の出身校である、このね、清華大学の教授、孫立平が、鋭い分析をしていると、要は言論統制が強まる中国で専門の社会学を武器にね、際立つ論評活動をしているんですが、これはですね、ペルーのこのトリフン経済と酷似していると言うんですね。ペルーでかつてですね、鳥の糞が堆積して化石になったグアノっていうのがね、ヨーロッパでこう引っ張りだこになって、ね、で、それで、まあ、ものすごいバブルみたいになったんですよ。で、それで社会インフラの整備も一気に進んだんですが、結局ですね、まあ、すごい税収が上がるもんで、政府機構と軍隊が肥大化して、支出が膨らむと。
ね、でそれでさらにあのトリフンという資源はもうどんどん枯渇してってですね、稼げなくなって、え最終的にはその加熱買いまくる肥大化した政府だけが残って、え最後は破綻し、やがて重い税金を課すしかなくなったと。でこの孫立平さん曰くですね、このトリフンと同じポジションにあるのがチャイナの不動産である土地だということなんです。でこの不動産土地がもうバブル限界で、もうこれ錬金術使えないとなったら金ないでしょ、金ないから、だからまあ給料は削減、公務員のね、そしてライブコマースの情報は摘発して、お前税金払えとか言ってむちゃくちゃな税金ふっかけるという今状態になっているということです。まあこの長澤さん曰くですね、ペルーの取り分に相当する内出の小槌が中国の土地使用販売権だということを示唆しているということなんですね。ということで、まああのチャイナはね非常に強い力を持っているからね、共産党はもう人権とか無視してね、何でも強権震えるから、この不動産バブルだってね収められるに違いないみたいな、こう楽観的な見方をしてた人ね、チャイナのフレンドの方たくさんいらっしゃったと思うんですけど、なんかどうもね実情は違うみたいですね。あのこれね多分ね、あの考え方に多分ちょっと違いがあると思うんですね。私はね、あのこの経済学的思考と反経済学的思考で言うと、あの経済学的思考なんですよ。で経済学的思考とね反経済学的思考の最大の違いはね、自律的運動命題とね、それから自律的運動命題と、もう一個何だっけ忘れちゃった自律的運動命題と、あとはそのまあ力が強いものは何でもできるっていう、そういうやつのこの2つなんですよね。はい、あの自律的運動命題って何かというと、どんなに力の強い人もですね、自分のあの可能あのまあパワーでね、コントロールしようと思っても、もうあの動いてる経済がでかすぎて、ね、自分がやったことの意図とはですね反してですね全然違う結果が出てしまうと。だからいくら共産党がパワー強くていろんな規制をやっても、こっちを立てればこっちが立たずでね、いろんなところに問題が出てきますよと。今のチャイナまさにそうでしょ、ね、チャイナのその恒大ね、まあ秩序ある破綻だとか言って一応政府は言ってますけど、結局その公務員の給料が減ったりとかね、脱税の摘発が厳しくなったりとか、まあこういう現象が実際起きているということです。でこれに対してね、自律的運動命題の反対はさっき忘れちゃったと言いましたけど、操作可能性命題と言います。はい、すみません難しい言葉なんですけどね、操作可能性命題って何かというと、権力の強いやつは何でも操作できるっていうこれ思考なんですけど、これ典型的なですね反経済学思考です。はい、自律的運動命題っていうのはそんな力強いやつ誰もいねえからと、ね、どんなにでかいプレイヤーでもマーケットはコントロールできないからっていうのは、これが経済学的思考ね。それに対してすげえ力が強いやつ、まあ、例えば闇のあれみたいなね、そういうやつが全てをコントロールしてるって考えるのはこの反経済学思考で、操作可能性命題と言います。でその操作可能性命題にとらわれてる人が、まあ、どっちかというとチャイナはね、共産党パワー強いから、まあ、何でもできて、ね、このまあ日本が90年代にやったようなこのね不動産バブルみたいなのもうまく抑えられるというふうにですね、まあ、チャイナのフレンドたちがおっしゃってるんですが、まあ現実ね、まあ、この公式発表というかね、日経新聞に出てるような情報ですら、どうも自律的運動命題の方が正しいんじゃないかと、まあ、つまりどんなに力が強い人だって、ね、この全体のこの経済の仕組みね、ものすごい大きい仕組みですから、これをね完璧にもう隅々までコントロールするなんてことはできない、つまり社会主義は破綻するということなんですよ。岸聞いてるか、ね、ということで、あの新しい資本主義が社会主義になっちゃったら必ず破綻しますし、ね、その例を今ね隣の国で一生懸命未然に起きてやってくれてるわけですから、我々はね多山の石としなきゃいけないなというふうに思いました。はい、ということで今日の内容面白いなと思った人はこういうボタン、そしてチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。ゴー。